ポリシックスは、日本のニューウェーブテクノポップロックバインド。1997年に結成。キューンレコードに所属。ポリシックスは、インディーズ時代、メンバーをそれぞれポリマイナス1、ポリマイナス2、ポリマイナス3、ポリマイナス4というコードネームで呼んでいた。これは、アメリカのニューウェーブバンドの D ボの BOB1 号、BOB2 号を発展させたものである。 ポリシックスが最も大きな影響を受けているのはディーボであり、バンドリーダーの林がたびたび述べている通り、バンド活動の初期からポリシックスはディーボの精神の継承者として音楽を作ってきた。彼らのディーボへのリスペクトはポリシックスの楽曲や映像作品の随所に見ることができる。メンバー揃いの目隠し線を模したバイザーとつなぎも彼らの影響であり、 1997年の新宿ジャム時代の結成当時はポケモンのモンスターボールを模した形のディボのエナジードーム風の乳首棒なる林自作の被り物に黒い丸い P のバッジ赤い半袖のつなぎ服を着用していたそして結成当初はオレンジのつなぎに丸い P のバッジと四角い黒いバイザーというディーボの影響が色濃い衣装を着用していた 後の活動の中で少しずつデザインが変化し、一時期はジャケット姿やボーイスカウトを模した衣装等、異なる時期もあったものの、つなぎやバイザー等の記号はポリシックスに現在も取り入られ続けている。2003年8月のサマーソニックでは、ステージは違いながらもディーボと共演し、その際にディーボから、君たちはディーボの正当な後継者だとお墨付きをもらった、と後に、 林が語っている。テクノポップやニューウェーブを咀嚼し、独自のロックテイストを加えたサウンドが特徴。結成当初は、詩はすべて英語、もしくは宇宙語だったが、シングル、ニュー、ウェーブジャケット以降日本語でも歌うようになった。ライブでは、フロントマンである林がエネルギッシュなパフォーマンスを見せる。一方で、かよややノは無表情で楽器を演奏し、 不思議な空間を作り出していたが、火曜脱退の少し前から、ヤノモシャウトを担当するなど、フロントマンに負けず劣らずのパフォーマンスを披露している。90年代後半、00年代10年代のサブカル界隈の担い手でもあるという。アメリカやイギリスなど世界を股にかけたライブ活動も、精力的に行っており、世界中で熱狂的なファンを得ている。ポリシックスにとっては、 ディーボが最大の影響を受けた存在であると言えるが、それ以外の多くのバンドやミュージシャンからも様々な影響を受けていることが伺える。例を挙げると、ミンミンサテライト、ポリシックス林のストップ、ビバリさん、など、楽曲に先人へのオマージュが込められているものが多いのも特徴の一つである。ポリシックスはまたプラスチックス、ヒカシュスティックス、ザナック、 シンリジー、スージー・クアトロ、ディーボ、ソフトセル、フランク・シナトラ、ラモーンズ、P、モデル、スピッツ、ニューロキカ、レピッシュ、電気グルーブといったミュージシャンの楽曲のカバーも行っている。林が初めて購入したシンセサイザー、コルムのポラシックスに由来する。このポラシックスは、ナウイズ・ザ・タイムまでは楽曲やライブで使用されていた。 ポリシックスは林を中心に結成されたバンドである。林は中学、高校在学中に卓力ククや複数のバンドでの音楽活動を行っていた。当初は様々なジャンルのカバーを主としていたが、高校時代に結成したバンドコアラ盛り合わせではオリジナル曲を作成し、アルバムを自主制作で2枚出した。同じ頃、小学校の同級生4人でバンド、 リズムミンチを結成し、活動していたものの、林以外のメンバーが、大学受験勉強に専念し、またボーカルの脱退などもあり、このバンドは活動停止した。そのような中、林が、高校3年生の1996年、ディボへの憧れや、P モデルの日比谷野外音楽堂でのライブに、触発され、ポリシックスというバンドの結成を決意。1997年3月、 高校の同級生同士である林、佐古、川辺でポリシックスを結成。高校卒業する前の3月4日、新宿ジャムで初ライブを行う。結成当初は、ベース、ドラムは在籍しておらず、ギター、ボーカルとボコーダー、シンセサイザーに打ち込みのバックトラックを使用したテクノポップバンドであった。以後、3月4日をポリシックスの結成日として、 周年記念イベント等を開催している。同春に、林、佐古、川辺の3名は高校を卒業。その後、川辺から大学で他にやりたいことが見つかったと連絡が入り、最初の新宿ジャムでのライブを最後に脱退。同じ時期に、林が渋谷のクラブで金子と知り合い加入。林、佐古、金子の3人組となったが、方向性の違いが生じて、 97年11月に金子が脱退。同冬にポリシックスは林と佐古の二人組ユニットになった。脱退したメンバーの穴を埋める形で、林と高校の慶音部で一緒だった海洋が1998年3月に新宿ジャムでのライブで加入。海洋加入から半年後となる1998年6月に菅井が加入。この頃に、 ポリ X というコードネーム、バイザーと、オレンジ色つなぎを導入し、初期のポリシックスのスタイルが完成した。これらのコードネーム、バイザー、つなぎはまさにリボを表す記号の一つでもあり、それを楽曲面だけでなく、バンドのビジュアル的側面としても取り入れた。それから、同じ時期に下北沢家、下北沢シェルター、渋谷屋根裏、新宿ジャム、新宿リキッドルーム、 大寒山ループ、池袋サイバーなど数々の都内のライブハウスを中心にライブ活動をしていく。同年9月に日本のロックシーンで盛り上がりの兆しを見せていた新世代ニューウェーブのバンド有志によるオムニバスアルバム東京ニューウェーブオブニューウェーブ98に参加し注目を集めるようになった。テクノポップ色が交代しバンドのライブ感が前面に出た作品となった。 この頃は主にポリマイナス2の食パン投げなどの極むの的パフォーマンスをするバンドとして知られていた。当初は袋に入ったせんべいを投げていたが当たると痛いという客からの苦情が殺到し食パンに変えた。1999年に UK プロジェクトが運営するインディーズレイベルでクレックレコーズと契約。同年2月にデビューアルバムファーストピーをリリースした。 また同年の3月には、下北沢クラブ家で、初のワンマンライブを開催した。ファースト P が発売された頃からライブでの動員も、急激に増えていき、4月には、ラジオのレギュラー番組を担当、夏には、フジロックフェスティバルへ出演するなど、活動と人気が着実に広がっていった。しかし、いわゆる、極物系バンド、おちゃらけた、ニューウェーブバンドとして、 評価を受けることも多く、林は、極物っぽさ、ポップさだけでなく、きちんとした、演奏力が、今後のポリシックスには重要だと考えていた。当時のサコは演奏力が、林の期待するレベルに達していなかったこともあり、林はサコに対し脱退するように勧告した。5月にはサコが脱退し、それを機に、ポリ X というコードネームを廃止するなどの変化が、見られた。 1999年の10月には、セカンドアルバム ADSRM をリリースした。この頃から、サポートメンバーとして、元54ヌードハニーズの風味がベースで参加するようになった。同年、初の全国ツアーを観光した。ちなみに ADSRM までの楽曲には歌詞らしい歌詞がない。二千年三月には、初の日本国外でのライブとして、 SXSW2000 への出演及びアメリカツアーを観光。このアメリカツアー中に、林はロスアンゼルスにあるディボのスタジオを訪れた。そこで、林はディボメンバーと直接会話を交わし、ディボにポリシックスの CD を渡す。2000年4月にキューンレコードと契約し、シングル XCT Each Life Each End をリリースした。同年9月には、 メジャーファーストアルバム、ノイをリリースした。テクノポップ色が交代し、バンドのライブ感が全面に出た作品と評価された。同年、ノイリリースを引っ下げて全国ツアーを開始した。その翌年2001年4月にサードシングル、ニューウェイブジャケットをリリース。この頃から歌詞に日本語が用いられるようになっていった。また、同年6月にリリースされたアルバム、 いいのでは一点シンセサウンド、テクノポップ色をより強く意識した音作りにシフトした。このアルバムから1999年によりサポートメンバーだったフミが正式メンバーとして加入した。同時期にはニューウェイブジャケットツアー全国ツアーを観光。また、夏頃にはいくつかのロックフェスティバルへ出演し、その中でロックインジャパンフェスティバルへ初出場した。 林は単独で DJ 林博之としても同イベントへ初めて参加している。この年にはポリシックスなりのクラブイベントをやろうということで、クラブエポックを初開催した。この頃から林はトイスという掛け声を使用したり、カラオケスタイルでの DJ などを始めていた。同年、アメリカと韓国でコンピレーションアルバム Hey, Bob, My Friend がリリースされたが、 セールス的にはあまり振るわなかった。Hey, Bob はアメリカでは Asian Man Records、韓国では Pony ニ u n y a n Korea と Cune Record の属するソニーミュージックとは別のレーベルよりリリースされた。2002年のアルバム f o ー r Young Electric Pop ではポップなサウンドへと移行し、初期の作品に見られたパンキッシュなエネルギーが抑制された反面、楽曲の構成やスタイルが 大幅に洗練された作品となった。テクノポップ色が交代し、バンドのライブ感が全面に出た作品となった。しかしながら、この時期のポリシックスは、ライブへの集客や、作品の売り上げの落ち込みといった商業的な面で、伸び悩んでいた。そのこともあり、この、ォーヤングのリードトラックの選定やライブでのスタイルなどについては、スタッフなどから意見が多く入った。この頃を振り返り、 林は思いがあんまり伝わらなくて、セールスもどんどん落ちてきましたねと語っている。2003年5月にミニアルバム、カジャカジャグーをリリース。このアルバムのレコーディングを最後に、ドラムの菅井が脱退した。その後、サポートメンバーとして、スネールランプの石丸が、ドラムで参加するようになり、石丸参加のもと、10月にアルバム、ナショナル P がリリースされた。カジャカジャグーよび、 ナショナル P を制作した時期は、前アルバム、フォーヤングでの経験や AC、DC、キングクリムゾン等のロックミュージックの存在を再認識したことから0、0%から2000%ぐらいの振り切ったものを作んなきゃと、林自身が感じていた時期であった。そのアルバムの制作活動の中で、カジャカジャグーを制作していた当時にスガイと林の求める音楽性の違いが顕著となった。 菅井はよりメッセージ性のある歌詞やポップで歌メロの音楽を作りたかったが、林はそのような音楽を求めていなかった。この方向性の違いを理由として、4月から観光したツアークラブエポックの大阪公演を最後に菅井はポリシックスを脱退した。このような状況の中、制作されたこれら2作品は前作となるアルバムフォーヤングに比べ、 初期衝動の激しさを取り戻したなどと評される作品となり、さらに林自身も手応えを感じられる作品となった。しかしながら、当時の結果として、この2作品の売り上げは伸び悩み、さらにライブの集客も減少してきていた。上記のように、日本国内では商業的にある種の伸び悩みを見せていた。しかし、2003年にアメリカでリリースされたアルバム、 ノイが高セールスを記録するなど、国外において一定の評価を受けるようになった。これを受けてポリシックスは全米ツアーを観光。この模様は2004年2月に DVD、ピッピーキピピ,ピップイン USA としてリリースされている。以前にも海外でのライブ経験はあったものの、この頃から定期的に海外ツアーを行うなど、日本国外での活動も本格化させてきた。 また、2003年8月にはサマソニーへ初、出演出演した。この年のサマソニーには、ポリシックスに多大な影響を与えた、ディボも参加していた。彼らとステージを共にしたわけではないが、ディボと同一イベントに登場、共演した初の機会となった。2004年5月には、初のベストアルバム、ポリシックス・オアール・ダイをリリースした。 このベストアルバムでは過去の楽曲の再レコーディングが行われている。また、このアルバムは同年7月にイギリスで翌年の2005年3月にアメリカでリリースされた。本アルバムのイギリスでのリリースは初のヨーロッパでのリリースとなった。アメリカでのリリースに合わせて同年9月から全米ツアーも観光されている。 これらの日本でこのベストアルバムの発売された5月より6月にかけて全アルバム楽曲を演奏するライブツアーを東京、大阪で観光。東京で7日間連続、大阪で2日連続のライブであり、ツアー名は7デイズトゥーダイ、オールローパリセックス、そして伝説へ、と2デイズトゥーダイ、オールローパリセックス、大阪編、変則2デイズであった。 この東京での7デーズ最終日に、ヤノが新メンバーとして加入した。本ツアー終了後に、バンド初のヨーロッパライブツアーをイギリスを中心として、観光した。また、帰国後の8月には、ロックインジャパンフェスティバルなど夏フェスへの出演、及び全国ツアーを観光。そして、9月には再び国外でのライブツアーとして、アメリカでのライブツアーを観光した。この年、 ポリシックスは4カ国で94本のライブを行った。これらの活動と同時期2004年7月に和歌ヨによるソロ活動としてアルバム三つ編みヒロインがリリースされた。そのためポリシックスの活動とは別に夏頃にはいくつかのメディアへの歌ヨ一人での露出が多く行われていた。2005年4月にシングルベビーバイアスをリリースした。 このようなシングル CD による楽曲の発表は2001年にリリースされたニューウェーブジャケット以来4年ぶりのことであった。また4月から4ヶ月後の8月にシングルシーラカンスイズアンドロイドをリリースした。この時期からポリシックスはシングル CD という形で楽曲を発表することが再び増えた。さらに10月にはアルバム ナウイズ・ザ・タイムのリリースを行った。2005年にベビーバイアスやシーラ・カンスなどのシングルが発売された頃から各種ライブの動員数も増えていき商業的な面での伸びが現れてきていた。加えてナウイズ・ザ・タイムでは CD セールスの面でも前アルバムよりも売り上げを伸ばしておりその楽曲やライブ、言動なども幅広い人に受け入れられるようになってきていた。 アルバム発売に合わせ、イギリスでのツアーを皮切りに、ライブツアー、ポリシックスワールドツアーを R 第2005、Now is the Time を観光した。国内では、帰国後11月20日のチバルックを幕開けとして、全国でライブを開催し、翌年2006年1月のリックウィドリウムで、ツアーファイナルを迎えた。また、2005年にはスペインで開催された。 プライムベイラサウンドフェスティーバにも出演している。2005年にポリシックスは6カ国で96本のライブを行った。また2006年2月にアメリカにおいて4月にはイギリスにおいて前年日本で発表されたナウイズザタイムをリリースした。これに伴い3月にアメリカで4月にはイギリスにおいてライブツアーを観光した。このイギリスでのツアーでは カイザーチーフスの UK アリーナツアーにフロントアクトとして出演。この出演は以前からポリシックスのことを気に入っていたカイザーチーフスからの要望により実現した。その後、5月には渋谷アックスで外線公演ライブを終えた。2006年6月にシングルエレクトリックセルフィン555、同年10月にシングル UUU、翌年2007年1月にはシングル キャッチオンエブリウェアをリリースした。そして2007年2月にアルバムカラテハウスを発表。本アルバムには先行してリリースされた3枚のシングルから4曲が収録された。また本アルバムに向けた楽曲制作ではこれまでの制作活動との変化が見られた。これまでは林が中心となり楽曲を生み出すスタイルが多かった。しかし本アルバムに向けた 楽曲制作活動ではメンバー全員でセッションをしながら曲を生み出していくということを行った。結果、カラテハウスは林が中心となって生み出した楽曲もいくつか含まれるもののメンバー全員によるセッションの中で生み出された楽曲が主となるアルバムになる。そのカラテハウスリリースの直後3月4日には結成10周年を迎え渋谷アックスで記念ライブを行う。 同年4月からは、バンド史上最長期間となる、ライブツアー、ポリシックスワールドツアーを R 第2007カラテハウスを観光し、ツアーファイナルを6月2日に、日比谷屋が音楽堂で迎える。その後、6月から、イギリスフランスツアーを観光した。その中で、6月に、イギリスの大型フェスティバル王にワイヤレスフェスティバル2007のメインステージに出演。夏には、 複数のロックフェスティバル等のライブイベントに出演した。それらへの出演の際に、通常のつなぎから、マリンルックに衣装を変更した。また、この年の6月には、SNS サイトマイスプイスの参加にあるマイスプイス、レコーズと北米でのライセンス契約を結んだ。同契約は、同年の1月31日に、ロスアンゼルスのライブハウスで行われた、ポリシックスのライブに訪れた、 マイスプイス社長のトム・アンダーソンが彼らに対し強い感銘を受けたことがきっかけとなっている。これを受けて9月には国内でマイスプイス主催による第3回シークレットショーズジャパンへの出演10月にはポリシックスにとって2枚目となる海外でのベスト版ポリシックス・オワール・ダイ・ビスタマイナスの発売が行われたこのベスト版の選曲は先日のトムが言ったその後 10月からは、同レーベル主催の米国ツアー、マイスプイスミュージックツアーにヘログッドバイ、セイニシングと共に、マイスプイスレコーズアーティストの一員として参加した。このツアー中には、ディボのメンバーであるジェラルド・ V ・キャセール、元メンバーのアラン・マイアースが、ポリシックスのライブを観覧しに来た。アルバム、カラテハウスの発表直後から、これらのライブ活動等と並行して、 次のアルバムに向けた楽曲の制作活動を進めていた。2007年11月にシングルロケットをリリースした。兄弟曲は同年夏に行われたライブイベントなどで披露されていた。また、同楽曲は同年10月から12月、1月にかけ、富士テレビ系列で放映されたアニメ版、モヤシモンのエンディングテーマとなっている。この年の月末には、 カウントダウンジャパンイースト、ウエストに出演。この年の幕張で開催されたイーストへの出演は、最大規模のステージである、アースステージへの初出演となった。年明け後の2008年3月にシングル、プリティーグッドをリリース。そして、同年4月にアルバム、ウィーエイトザマシンを日本においてリリースした。本アルバムには、 先行してリリースされた2枚のシングルの表題曲が収録されている。このアルバムがリリースされる約1ヶ月前の3月からライブツアーポリシックスワールドツアーを R 第2008はみ出せ。春のウキウキジャパンツアーを観光。また、アルバムを発表した4月からはライブツアーポリシックスワールドツアーを R 第2008はみ出ろ。 怒涛のワキワキジャパンツアーを観光した。これらの一連のライブツアーは6月29日にスタジオコーストにおいて開催されたポリシックスワールドツアーを R 第2008はみ出た。キバキバ新キバジャパンツアーファイナルをもってツアーファイナルを迎えた。このツアーファイナルの模様は10月29日にライブアルバム We8The Show としてリリースされた。また、 夏には複数のロックフェスティバルに参加。その中で8月のサマソニーにはディボと共に出演を果たす。この共演は2003年の同イベント以来である。2003年の際には2つのバンドは異なるステージでの出演であったが、この年は同ステージでの出演となった。また、この共演の数日後、渋谷アックスにおいてディボとポリシックスによるツーマンライブが開催された。 ちなみに、このツーマンライブはサマソニーに関連した企画の一つである。8月、9月にはアルバム We8 The Machine を欧米各国においてリリースした。ただし、欧米向けにリリースされたフォーンアルバムでは日本向けの We8 と異なり、収録楽曲のうち、モーグイズラブと Pretty Good は歌詞が英語となっている。9月には、林がタモリクラブに出演。 また、9月から11月にかけて、ヨーロッパ、アメリカにおいて、ライブツアーが観光された。同年11月から12月にかけて、スパルタローカルズや、サンボマスターなどといったバンドとの台湾ツアー、ウルトラファイト・オーワールダイを開催した。台湾ツアー終了後の12月からは、楽曲の制作活動に入った。2000年のメジャーデビューから10周年目であった。 10周年目に入った2009年3月に、両 A 面シングル、シャウトアラウド、ビートフラッシュをリリースした。このシングルのリリースに伴い、購入者限定ライブを渋谷クラブクアトロで4月に開催。また、6月には、シングル、ギャングを、おをリリースした。そして、これらのシングル曲を含むアルバム、アブセルートパリセックスを9月に、日本においてリリースした。 アブセルートパリセックス発売前日の9月15日に翌年2010年の3月に初の武道館ワンマン公演を行うことを発表した。これらの活動と並行してツアーや10年ぶりのフジロックフェスティバルを含む各種音楽フェスへの参加など楽曲の発表に合わせライブ活動も精力的に行っていた。しかし、この年の12月に武道館 ワンマン公演をもって、カヨがバンドを卒業することが発表された。カヨによると、2006年頃から、ポリシックスのメンバーでない、一人の女性としての、自分に会ってみたいという気持ちが日に日に募っていったという。また同時に、ポリシックスも武道館公演後は、充電期間として、しばらくの間活動を休止することが発表された。 12月のこれらの発表後、年明け2010年1月には、自身2枚目となる、ベストアルバム、ベストイシューをリリース。このアルバムの収録曲は、矢野加入後の音源から、セレクトされており、本、アルバムリリース時の4名のメンバーで発表する最後の作品となった。2010年の3月に本武道館にて、ワンマンライブ、武道館 OR 大を開催。 この日演奏された楽曲は全部で42曲に及び、武道館ライブを行ったバンドの中では、最多の曲数となった。このライブをもってカヨが卒業、バンドは活動休止に入った。ライブの模様は7月7日に、DVD、武道館 ORLI 2010.314として発売された。充電期間は2010年6月28日に、ポリシックスの公式ブログにて、 終了宣言が出され、ロックインジャパンフェスティバル2010から3人での活動を再開した。活動再開後は主に灰色のつなぎと銀色のバイザーを身につけていた。2010年10月から11月にかけて3人体制としては、初となる全国ツアー We Are Back p o l y s x を開催。この年の12月にミニアルバム、A、AP をリリースした。そして、 翌年2011年3月には、アルバム、Oh, oh No, It's Heavy p o l y i c をリリースした。このアルバムの発売に先駆けて、ポリシックス結成14周年となる3月4日に、渋谷アックスにて、単独ライブ、こんにちは、ニューパリセックス、マッハアックスギュンギュンギュンを開催。このライブでは、ポリシックス初となるユーストリームによるライブ性中継が実施された。 この中継中、フミは自身のツイッターアカウントに寄せられるコメントを取り上げる場面などもあった。この頃は日本国内においてツイッターやユーストリームが一般に認知されてきた時期ということもあり、ツイッター上でメンバーやポリシックス公式の発言が公開されたり、ユーストリームでの番組放送の実施など、ポリシックスの活動の場としてこれらのサービスが利用するケースも増えてきた。 三人体制移行後のライブでは演奏面やセットリストの面でカヨを含めた四人体制時から変化が生まれた。例えばカヨが担当していたシンセサイザーやボーカルを林文が担当したりライブ時の楽曲アレンジもそれに合わせた形になっていた。またピーチパイオンザビーチやニューウェーブジャケットなどカヨ脱退前にはライブにおける 定番曲であった一部楽曲もライブで演奏される回数が減ってきた。加えて4人体制時と比較すると林以外の2人が前面に出るシーンも多く見られるようになってきた。それまではカヨと同じくライブ中は無機質なロボットキャラを演じることが多かった矢野もライブで積極的な MC や前面に出たソロ場面が増えきていた。これは 楽曲制作のスタンスでの変化にも現れ、制作初期から3人で臨むことが増加した。林はこの頃について、3人体制になった最初の時に、一人一人のパーソナルな部分をもっと出していきたいって言ったし、俺がリーダーで、ふみ、やのといるんだけど、3人の顔がギュッと前に出るようなサウンドにしたいし、バンドにしたいんだよねと2012年頃に振り返っている。 2012年は活動15周年を迎えたり、通算1000本目のライブを開催したりといくつかの節目となる点があった。この節目に合わせ、結成15周年を記念するアルバムとして、15スピーを2月29日にリリース。また、3月3日には通算1000本目となるワンマンライブメモリアルライブ OR 大祝。1000本。おめで、トイス、と言ってくれ。 渋谷アックスにて開催。この翌日の三月四日には十五周年の最初かつ1 0本目のライブとして、同会場にて、ワンマンライブ、メモリアルライブ OR 大祝。十五周年、あれがトイスと言ってやる。を開催した。千本目のライブに向けては、二千十一年の秋頃から、九百九十五本目、九百九十六本目、九百九十七本目、と、書く。 ライブタイトルにライブ回数を含めるなどカウントダウンが行われていた。2012年8月には風味がリードボーカルを務めるラッキースター。11月にはエブリバディ性ノートシングルを2枚リリース。そして12月にはこれらの表題曲を含むアルバム B をリリースした。2013年10月にはシングルメガオーバードライブリリースし、2014年1月に アルバム、アクション、リリース。2015年に入り、楽曲制作に合わせ様々な団体や企業とのコラボレーションといった活動も広くいった。3月、林の食べ物の変愛をテーマにしたミニアルバム、変愛 LETS をリリース。このアルバムのリリースに合わせ楽曲タイトルになったに、林よる変愛大賞のドクター・ペッパー、ホモ・ソーセージや、 タンメにちなんだ企画を実施、公開した。また、林の提供楽曲、はみ出すも、をリードトラックとする、ゆるめるも、のシングルが、変 i l e t s 号の同日発売となった。このような縁もあり、この時期にポリシックスとゆるめるも、が、タワーレコードのポスターや各種インタビューなど、共にメディアに登場した。林はゆるめるも、え、 楽曲提供をこの後も行っており、また彼女らのライブを観覧に訪れるなど、付き合いが生まれている。さらに、7月には、つぶらやプロダクション全面協力のもと、ウルトラ怪獣をテーマにした、変愛レッツゴーにウルトラ怪獣送信劇リリース。初回生産限定版には、ポリシックス限定ゴモラクリアオレンジラメバージョンフィギュアが付属した。年末12月には、 結成19周年を記念して、クラウドファンディングで参加者を募り、VR のミュージックビデオを作成するプロジェクトを開始。目標人数300人を達成し、翌年1月に無事終了した。この年のライブでは、同様なメドレーが、セットリストによる演奏をたびたび言っていた。9月11日、12日に渋谷クラブクアトロで、ポリシックスウルトラチャレンジ O.R. ダイ、モエロ。 クアトロ地獄。二日で百曲かぶりなし。開催。この二日間のライブでは、メドレー形式で複数楽曲を続けた演奏が、セットリストに組み入れた同様なメドレー形式の、セットリストは、他の機会にも見られ、変愛 l e t s 号のリリースツアーファイナルでは18曲、ロックインジャパンフェス、2015では24曲のメドレーによる演奏を披露した。また、 例年通りポリシックスは多くの夏フェスに参加した。その中で青森ロックフェスティバル16夏の魔物には初回以来10年振りの参加、アイドルが多く参加するフェス、ジャム、ナタリーエキスポ2016への初参加など例年と異なるフィールドでのライブも見られた。校舎のアットジャムでは林が楽曲提供を行っている、ゆるめるも、がポリシックスのステージに登場した。 その時の楽曲はベビーバイアスである。個人の活動として、フミはベーシストとして、香山雄三を率いるザ・キング・オールスターズにベーシストとして参加し、横浜開港祭等で演奏を披露した。年明け後2016年3月2日、アルバム What's This Release リリ。結成19周年にちなみ19曲収録となっている。その2日後の3月4日には、 大阪ビッグ CAT にて、結成19周年として、20周年まで、あと1年。まだまだやるで無茶なこと。1日100曲かマシタル。を開催し、1日で100曲演奏を行った。2017年3月4日に豊洲ピットにおいて、結成20周年記念ライブ、20周年 OR 大オールタイムポラシックスを開催した。本ライブでは、 結成当時から2017年現在に至るまでの衣装を順に着替えながら新旧幅広い楽曲をパフォーマンスしてみした。そして最後には新衣装である黄色いつなぎをお披露目した。この時期はこれまでのポリシックスの20年を振り返るような活動がいくつか行われた。例えば先立ち2月22日にベストアルバムリプレイをリリース。こちらは 過去から現在までのライブ定番曲を現在のメンバーでアレンジ再録し直したアルバムとなっている。また、ライブとしてポリシックスのみが出演する3万ツアー20周年直前奇跡の3万リターンズツアーポリシックスポリシックス社法、ファースト P 再現ポリシックスの開催。このツアーにおいてはポリシックスとしての初オリジナルアルバムであるファースト P の 再現ライブや現在のポリシックスの定番曲までこれまでの様々な楽曲を披露してみせた。10月2日には新メンバー中村亮の加入が発表され、ポリシックスは約7年ぶりに4人編成となった。それと同時に中村も参加したニューアルバムザッツファンタスティックのリリース告知、それに伴うリリースツアー、ポリシックス結成20周年記念ツアー、 ザッツファンタスティックからハローウィーアレニューパリセックスの開催が発表されたデクレックレコー付きオーンミュージックシングルアルバムありがとうございます